今回はハンバーガーのバンズ、パンの部分を作ってみました。ごまを一つ一つ刺繍したり、上と下で少し形を変えているのが特徴です。すべて長編みで編めます。簡単なので編んでみてください。材料はピッコロ、かぎ針は3号から4号です。左手の指3本に糸を2回巻きつけ、輪を持ち、針を輪の中に入れて糸を引き出し、もう一度引き出します。立ち上がりの鎖編みを3目編みます。長編みを編んでいきます。かぎ針に糸を引っ掛けて2ループずつ糸を引き抜きます。先ほどの立ち上がりの3目を含めて12目長編みを編んでいきます。12目編んだところです。針を外して編み始めの糸を少し引いて、引っ張られた糸を引きます。もう一度編み始めの糸を引いて輪を閉じます。1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。次は2段目です。2段目は立ち上がりを編まずに、いきなり今引き抜いた目に針を入れて細編みを編み、細編みの左の糸1本を引いて、もう一度細編みをします。これで1目目の完成です。2段目はすべて増し目なので、1目に対して1段目の1目に対して2つずつ長編みを編んでいきます。24目編んだら、1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。これで2段目の完成です。3段目も同じように、今引き抜いた目に針を入れていきなり細編み、細編みの糸1本を拾って細編みを2つ作ります。3段目は長編み、増し目の順で12回編んでいきます。右の表に沿って編み進めていってください。6段目の72目まで編めたら、糸を15センチほど残して切り、とじ針に通して1目目の頭に針を入れ、最後の目の向こう半目に針を入れます。編み地の裏に3、4目ほど糸を通して糸始末をします。これでバンズの裏の完成です。表の部分は7、8段目が増減なしで72目編んでいきます。最後の8段目の72目を編んだところです。ごまを刺繍していきます。糸を30センチほど取ってとじ針に通し、玉結びをしたらこのように刺繍をしていきます。
やり方としては針を刺したところ、同じところに針を戻し、すべて引き抜く前に1目から2目ほど距離を置いたところに針を輪の中を通して、また同じところに針を入れます。ちょっと分かりにくくてすみません。ゴマをランダムにつけるとこんな感じです。結局30センチじゃ足りなくって2回ほど糸を追加しました。最後は裏側で玉結びをしたら完成です。次にバンズの表側と裏側を縫い付けていきます。まず72目編んだら1目目の頭に針を入れて糸を引き抜き、1目目の頭にとかぎ針を通し、裏の部分の1目にもかぎ針を通します。同時に糸を引き抜いて細編みをしながら縫い合わせていきます。細編みをするので立ち上がりを編んだ方が良かったかもしれません。ぐるっと一周このように編んでいきます。途中で綿も入れていきます。上側のバンズの部分はボリュームを出したいので少し多めに綿を入れていきました。最後ぐるっと一周縫い付けられたら糸を15センチほど残して切り、輪を引き抜きます。とじ針に糸を通して1目目の頭に針を入れて糸を引き抜き、最後の目の向こう半目に針を通します。編み地の中に糸を通して近くに出します。玉結びをします。針を出したところにもう一度針を入れて玉を中に入れます。綿を突き刺しながら糸を中側に入れていきます。余分な糸を切ったら完成です。バンズの裏側は7段目まで編んで、綿を少し少なめに入れておくとこんな感じになります。綿を少なめにするとこのように間に挟むときに自立して立ちます。チーズやトマト、レタスなどは過去の動画で作り方を説明しているのでぜひ見てみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。